なんかのほほんとしちゃうわねー。幻想郷ってこんなのほほんとした空気の場所だったっけ？それとも外の世界という現実世界がいそいそとしてるだけかな？あ、どうなんだろ。もう俺生きてた頃は殺戮時代だったから、事情知らない人からしたらマジで何の時代ってなるわね。まあそうだねー、知らない人もいるかも。全部の事情知ってる人ってどのくらいいるの？ん、どうだろ、一握りの人だけかもしれないし、話してない人も知ってたりとかあるんじゃないかな。そういうもんか。なんたってどこにいても話を聞いてるようなやつもいるんだしな。ああ、それもしかして。どうしたの、二人揃って私を見て。とりあえずそういうことね。そういうこと。ゆかりさんはどこからでも現れるから。あー、うん、大抵幻想郷のどこにでも隙間作れるからね。秘密もクソもないってわけね。何の話をしてるの？お気になさらず、幻想郷の賢者様。気になるわね。うにゃん？なんだろうなー、この体調。言葉に言い表せないなー。とりあえずいいの？悪いの？どっちつかず。どっちだろうなーって感じ。一番困るやつですね。中途半端ってのが。そうね。落ち着いてくれないかなー、私の体。というかれー、あんたずっと敬語のままなのね。ちょっとびっくりしちゃった。ああ、そうだねー、癖になっちゃってるから。下手したら子供にも影響するから、霊夢にだけでもタメ口で言ったら。霊夢もさすがに構わないわよね、霊があなたにタメ口聞くのは。もちろんよ。むしろなんで敬語抜けないんだろうってずっと気になってた。まあ慣れないんだろうなーとは思ってるけど。まさにその通りでございます。なんか慣れないんだよな。まあ実の親に対して敬語だったもんな。そういえばだけど、まあ子供が生まれるまでまだ時間はある。霊夢にだけでもタメ口で話してみなさいよ。努力してみるかな。これもパパになる試練だと思ってさ、頑張ってみなよ。名前を呼び捨てで呼ぶだけでも顔が熱くなる予感がするんだけど。パパになる前に恋愛初心者みたいなこと言い出すなっての。その顔見たいわね。拝ませてもらってもいいかしら。嫌です、見ないでください。というかさ、ちょっと気になるんだけど。なんです？霊夢さ、なんで顔を赤くして霊君のこと睨んでるのよ。わお、真っ赤っかじゃん。なんすか、気に食わなかったですか？別に。わかった、霊君に呼び捨てで呼ばれると照れるんじゃないかって思ってるんだ。違う、そんなんじゃ。そんな食い気味に否定されちゃあねー。霊夢、無理がある。正直に言ってみ。だってなんかむずがゆえんだもん。霊夢さんから霊夢になるって。恋愛初心者か、お前ら。ああ、なんか前途多難だな。前途多難というか、なんというか、恋愛する前に夫婦になっちゃった的な感じになってるし。だ、そうですよ。なんで他人事みたいなこと言ってるのよ、私らのことよ。ダメだこりゃ。あ、ふと思い出したんだけど。どうしたの、レナ姉。キサラギアスカくんだっけ、あの子には言ったの？あ、そういや言ってねえ。あの子にも、言っててもいいんじゃない？というか、なんでアスカのこと知ってるんだっけ？王様ゲームで一緒だったし、この前ここに彼来てたんでしょ？見舞いに行ったし。それに、その時に起きたトラブルを一緒に解決したしね。トラブル？とりあえず、呼んでみる。そうね、いきなりかもだけどアポ取る感じで。了解、じゃ、ちょっと待ってて。アスカ、暇とか言われてもだな。あれ？どうした？なんか、今空気が変わったような。空気が変わった？何言ってんだ。どうも。びっくりした。なんだよ、ゆかりかよ。そう、ゆかり、元気してた？ま、なんとかな。やっとこさ病院から解放されたよ。あー、そっか、こっちではあれからあまり経ってないのか。それで、何か用事か？ちょっといい報告があってね。よければそれを聞きにさ、幻想郷に来てほしいなって思って。いい報告を聞きに幻想郷か。わかった、何のこっちゃわからねえけど行くわ。オッケー、ちなみに後ろの可愛い獣ちゃんも行く。行く、暇つぶしにちょうど良さそう。了解、じゃ、隙間に入ってねー。おわっと、行って
なんで逆さまなんだよゆかり。ごめん、間違えちゃった。絶対わざとだ。これ。ってあれ、相馬、相馬まで一緒。おっす、霊夢。おろ、レナまでいるんだ。あなた、アスカくんと話してた喋るキツネさん。アスカを連れてくる予定だったのに、なんで相馬まで。ゆかりがアスカを現実世界に送り届けた時に、俺も一緒に行ったんだよ。だから、俺とセットってわけ。俺とはお初だよな、相馬とやら。そうだな、こうやって話すのは初めてだな。お前昏睡状態だったし、よろしくな、ヒイラギレイ。おう、よろしく。レナさん、こちらにいらっしゃったんですね。病院での騒動以来ね。あまり立ってる気がしないけど。何があったんだよ、レナレイ。あんた、こっちの世界で化け物を全滅させに来てたでしょ。それの残党が、アスカくんの入院してたところに来てね。マジで言ってる。やっべ、すげえやらかし。で、その時に、レナさんと一緒に討伐したって感じだ。なるほどな。こっちでもなかなかに戦ったのに、現実世界でも戦わせて。悪いな、ほんと。いいって、もう済んだことだしな。で、なんかいい報告があるとかなんとか、逆さま野郎から聞いたんだけど。誰が逆さま野郎よ。あれはやったお前が悪いって。まあ、驚くだろうがな、俺。来年くらいにパパになるんだわ。おい、マジで言ってんのか。嘘で言うと思うかこんなこと。そしたらお前呼ばねえぞ。霊夢、どうなんだ。マジよ、妊娠しちゃった。おう、リアクション困るぜ。というか相手が私ってのは言わないでもわかるのね。そこ突っ込みたいけど。そら、相手誰って言われちゃお前しか思いつかねえもん。逆にお前じゃなかったらよ、霊マジで気狂ったんか、って言いたくなるわ。なあなあ、妊娠したってことはやることやった、つまり抗議したんだ。お前言葉選べってんだ。だって事実じゃん、そういう問題じゃねえんだって。とりあえず、おめでとうでいいんだよな。ま、そういうこと。なんでそんな目つき鋭いのよ。びっくりすらこんな顔にもなるわ。特に霊に言っとくか、一人で抱えて自爆とかやめろよ。お前、昏睡状態の時に霊夢たちから聞いたが、情がつくほどの前科持ちなんだからな。肝に銘じておけ、これガチで。アスカからも言われてやんの。へいへい、もうわかってるっての。耳たこだぜ。まったくよ。耳たこでも、言っても、お前は無理するってのがほぼ決定事項なんだよ。本当にわかってんだろうな。だから、もうわかったって。アスカくんにはタメ口なのね。というか、アスカくんからも言われるって。ほんと、仕方ない弟だわ。私もおバカ、年食ったかな。